例えば、カラオケ作る時演奏者なんか指揮者のこれに合わせて大体24人ぐらいフルバンドですね、フルバンドの方がもう弾みながら演奏してるのに対して歌い手の僕がドテーッとラン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 未練を追いかけてって歌ってると弾みがないで全然自分だけが全くドテーッと歌ってる、一人だけが別なことをしています。こんなことでいいんでしょうか。絶対にフルバンドの中に演奏者の中に入って未練を追いかけて一体感になるっていうことはとても大切なことです。これがいわゆる弾みなんで、カラオケに合わせるとドテーッとした分がなくなって、つまりカラオケの一体感になるのでリズムのノリが素晴らしくなる、これが弾みなんです。みんな、いやあの人ノリがいいねって、もう お話をするのに何でもこのリズムのノリが必要なんですね。このノリがいいと話も聞きやすいし、歌を聴いてても飽きないで、え、もう終わったのって、これ上手な人があっという間に終わるっていうのはこのノリがいいからなんです。ドテーッと歌ってるとまだ歌ってんのっていう形になりますから、ほんとこれも絶対条件必要だから必ず覚えてくださいね。で、僕はこの弾みのことを言葉を弾くと言います。つまりピアノを弾く、ギターを弾くと同じように一つ一つの言葉を弾いていくわけです。その一つ一つの言葉を弾いていく、未練を追いかけてじゃなくて、これを一つ一つ、未練を追いかけて一つ一つ弾いていくことによって素晴らしい歌が出来上がりますから、皆さんもこの言葉を弾くっていうのをぜひ、心に留めていただいて、ギターを弾く、ピアノを弾くみたいに演奏者の中に溶け込んで歌っていただくと本当にね、自分が分かってきます。素晴らしい歌になりますから、ぜひやってみてくださいね。お願いいたします。